デフェサの風景デエサは多機能のアグロフォレストリーの一種であり、スペイン南部と中央部およびポルトガル南部の文化的景観である。ポルトガルではモンタドとして知られている。デエサという名称はフェンスで囲まれ、通常は牧草地として使われている土地を指すラテン語のデフェンサに由来する。デエサは私有財産または共同財産の場合がある。 主に放牧に使用され、野生の狩猟肉、キノコ、蜂蜜、コルク、焚木などの非木材林産物を含む様々な製品を生産している。また、スペイン闘牛やイベリコ豚を飼育するためにも使用される。主要な木の構成要素は多くであり、通常はホルムとコルクである。メロホヤケヒゴを含む他の多くは、 地理的な場所や標高に応じて、ベーサを形成するために使用される場合がある。ベーサは、様々な食物だけでなく、イベリアカタシロアシなどの絶滅危惧種の野生生物の生息地も提供する人為的システムである。ひいては、このベーサという用語は、このスタイルの不動産の放牧地管理にも使用できる。ベーサは、イベリア半島の2万平方キロメートルをカバーしている。 ありがとうございます。